はい、皆さんこんにちは、カゼンドです。こんにちは、タクです。やっていくよ。はい、2日目でございます。私もですね、何度かもプレイをさせていただいて、デッキは、ゲームウィザーをね、参考にさせていただきつつ、このような感じでいきます。まあ、ポイント動向っていうよりも走塁練習行かなきゃいけないんでね、うん、そこをやりながらで、二股なんで練習場持ってきます。いきます。まあ、ちょっと目標順位とかもね、いろいろあるけど、まあ、1000以内とかは最終的に行きたいからね。そうっすね。うん、頑張る。さあ、びっくり来てるのは嬉しい。うん、まあ、これもここだとなお嬉しかった。まあ、ただ鏡ね、コツも取りたいコツいっぱい持ってるんで、うん、くださいなと。で、ポイントでも結構嬉しいからね。逆境ナイス。最終的にコツ何個し、うん、もらったっていうところでも、うん、ビンゴ達成のお題にありますしね。そうね。まあ、あと今回はこの左下にある遊ぶでやる気、あと2アップに関してはずっと取っておく。ずっと取っておきます。ずっと取っておいて、積極に一気にまとめて仕上げていくやり方で調整でいきます。まあ、だから人によってはもう今このやる気が落ちてるこのタイミングで遊んどくっていう人もいるよね。ありっすね、うん、自分はそれでやってましたね、うん、でデッキも全然違うデッキでやってていたんですけど、何がいいかまだ全然わかんないですよね。そうね。わあ、日野の2トン行っといた方がいいかな、これ。これ行った方がいいですね。行った方がいいね。うん。走塁練習もなんか30何回とかでお題にありますしね。きっち。どんだけ走塁行かなきゃいけないのよ。さあ、どんどん頑張っていくよ。走塁練習決定よ。まあ、あとこっからはですね、4枚目にある、クリボッチで迎えるみたいなのがあるんですけど、今回に関しては付き合っていこう。うん。うん。これは上、名場面。はい。人それぞれ多分全く違いますよね。メンタルキャラ結構入れて、休むを使わない。しないで。はい。立ち回りもあると思いますし、うん、デッキに関してはあと初期評価高いキャラたちを優先して選んでバンバンタック踏むっていうのも一つだと思いますし、まあ、なんかそれぞれいろいろあるなっていうのは、だからなんかどう考えるかは別だけど、どこを妥協していくかの方がいいんじゃない、うんうん、で今回さ、休むっていうのも俺やろうと思ってるし、どこを妥協していくかだよね。これ上だよね。はい。まあ、でもこのデッキなんかは今カズさん言ったように休むをしない、うん、まあ、要は休むしたい時、体力ない時にデートとかがうまく消化できれば、休むはいい具合に達成できるはずですからね、うんうんうん、まあ早く付き合いたいですわ。あとどっかで一回遊んどきたいね。そうですね、一回こっち。そうですね、猫がやっぱり評価上がるの遅いんで、にゃー、猫ひろし。これは真ん中っすね。真ん中で打者を選んで阿部彦津。なるほど、早い。ミクリア、事情を説明する。下で上だよね。ほ、ほんと。まあ、ミクリアのデートのタイミングとかもね、考えながらやりたいよね。ただクリスマスはこっちだね。ラブパも回数あったな。一応県内なんで、ここはソウル行きます。もうコツも大量に欲しいね。これがいらない。いや、まあでも最終的に、うん、これどっちだっけ。上上ですね。
下を選んじゃうとあれなんだよな、高速ベースランがもうもらえちゃうね。幸運のマネージャー、これも何かもらえたよね。超能力者とかやつだよね。はい、超能力者で真ん中ですか。はい、やべえな、結構評価上がってきちゃったな。まあ、メンタルか。デートとかでもよかったな。おお早い。いやこれは素晴らしい、うん、嬉しい。打つよ。30点いきたいですね。30点。ポイントは上がってくるの。変わってきますね。よし、そういう目標を持つこと大事だ。あ、あ、オッケー。いやー、うん、くそ、やばい、やばいやばいやばい、やばい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 、もう行かない？強振、強振ですねここ。私にバッティングセンスがないことが分かりました。ラブパ狙い。そうっすね。こういう時に小田切が来るのが痛いんですよね。うん。スコアラーの意地。これ下っすね。根性あるな。はい。まずこのデッキのいいとこは、うん、パワーコアやっぱり合宿が入るんで、うん、金と乾燥率が本当に低いんですけど、まあ、このデッキに関してはイベントが少ない、割と軽いね、軽いので、まあ、そこの乾燥率はやっぱいいのかなと思いますね。招き持ってってもその乾燥率ですら、うん、なんか運要素となると結構しんどいですよね。そうね。さあどこの練習を上げてくれるかっていうところも大事。それやがらず、うん、勇者だろ。これは1回目ですね。1回目は選択なし。ただなんかいろんなタイミングがいい。そしてこれもいい。基本的にコツ潰さないでいいんじゃないですかね。コツレベル18とか、うん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 、そういうコツレベルでビンゴ台達成にもなるんで。わかりました。これは上でいいかな。はい、回復もあります。昨日2回目です。一発デートか。嘘っすね。ビンゴカード10枚目では、うん、これどっちだ、上だっけ。これ下ですね。下、上でコツとかもらえなかったっけ。コツバッドエンドみたいなやつの、もっと上ね。逆胸骨上でもらえるけど、いらない。バッドエンドフラグオン入っていきますけど、まあ仕掛けるでよければ全然ありって感じですね。基本僕はセーフティーに下をいつも選んでます。ストレスの理由。カラオケだねこれ、はい、カラオケで演歌だっけ。いや、デュエットの方がいいです。え、そうなんだ。デュエットになると何。デュエットで、うん、ヨガミは俺ずっと演歌選んで積極盗塁、そっちの方がいいのか。あのビンゴでもどこが狙っていくかなんですよね。なるほど、カズが言ったように。じゃあここいいよ、特に従ってデュエットコツ担当特に、まあ、評価上がるのはこれがずっと続いてくれればいいんですよね。うん、これが2ターン続いてデート、その繰り返しが、これはもう確か上で金徳が完走ですね。やばちゃん上で大丈夫です。わかった。で切り込み大丈夫ですか。少し
勇者だろ。これは下ですね。叱る。もうちょっとしたら走塁も上げておきたいね。上でいい？はい。うん。デートで良さそうですね。こいっす。2回目のラブパとかに関してはもう本当運ですよね。あとはあれね、爆弾とかね。はい。これはどっちですか？これは上を僕はいつも選んでるんですけど、まあカズさんのさっきのやり方で言うと、うん、多分下を選んでるんですかね、カズさんいつも。あ、そうだな。じゃあバッドエンドフラグを。猫の好き嫌い。うちの猫何嫌いかな。まあネギ抜きラーメンは確かに嫌いだよ。ネギあった方がやっぱうまいもん。こい。おお、いいね。素晴らしい。素晴らしい。ラブパになればなお素晴らしい。チャンスの目。あ、どっちだっけ。これは上ですよね。気になるな。はい。いっす。で、鏡クエに関してももう高級筆座で終わりにしちゃっていいんだよね。そうっすね。金徳の獲得数でお題達成できるんで、はいはい、確定の方を選択していく方が無難ですね。うん、言っていいんだよね。はい、まあ、ここは達成できたってことね。モテモテとかもありっちゃありっすよね。言ってみようか。モテモテはつかない。でかいっすね今の中さん、うん、デート行ってきます。はい。あ、これ確か上だよね。臨床もらった方がいいんだよね。そうですね、どこをもらうかですけど、臨床もらっておきます。ここでも別なのがいいのかな。技術とかもらってる。そうですね、ライドアクション、うん、一番下が多分いいと思いますね。こんだけいってるもんな。はい。でこれを終了させると、どっちだ、下、下ですね。下だったよな。これは、はい、俺には無理。はい、いいですね。で告白。恋人になれってこと。デートタイムですね。はい、下でいいのかな。そうですね、体力があってやる気があるときは、うん、ね、やっぱそこに左右されて評価とか経験で変わってくるので、うん、これね、ソルポンポンポン。いや全然お一人さんだな。まあいっとくか。次あたりポンって来そうだから。遊ぶは結局2個やる気あげなきゃいけないですね。うん、スライディングだっけ。はい、これでこっちも完走かな。はい、いいペースですね。よし、デートね。でここは上にしましょうか。はい、まあ一応この2キャラに関して、うんうん、小川宮の金徳一番槍が我慢する。
我慢するね、ここは。金徳がお題のビンゴカード8枚目なのかな、うん、で7枚目の方におそらくあのもう一人のミクリアの金徳が入ってるんで、まあ、そっちをやっぱ先に乾燥させるっていうのは大事かもしれないですね。なるほど。そろそろなんか取ってきますか。長所伸ばす。くそ、何にも開けてないですもんね。何にも開けてない。一応確認しましょう。まあここを行くときにガッここですね、取る感じですね。で本類生還は取っていいですね。本類生還ヘッドスライディング固めあたり取りますか。そうですね。で総力上げる感じ。はい。本類生還ヘッドスライディング固め。ん？全部過ぎてる。ちょっと待って、もうね視点が合わない。待って待って。ヘッドスライディングと固め打ち。固め。ヘッドスライディング。本類生還。本類生還。で上げまくる。上げまくると。弾道はもう4にしちゃっていい？まだいいんじゃないですか。オッケー。じゃあこの辺で。でいろいろ埋まりましたね。うん。あとで言うと、まあここら辺もそうだし、こういうのもそう。まあこういうのもやりたいね。でなんか起きてほしいね。です。やべたかデート、デートだね。やる気2個あげるっていうとこが、うん、キーになりそうだね。ですね、うん。どのタイミングで。でも今回なんかやる気下がる系全然来てないですよね。上でいいのかな。そうだね。いやまあ1回はトリプルタック、うん、したいよね。こんだけいいんだもん。通るにゃいっす。聞いてみよう。おデートですか。いやデート合宿中なんで行けないんで。じゃあ鏡がいいか。はい。パワーヒーナイス。なあ、ここもあり？いや、こっちの方がいい。はい。合宿中練習後イベがないんで、うん、練習後イベが出る時であれば、なるほど。全然いいんですけど。これ日野の2トンでいきます。トン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 ですね。うん。それ住宅情報館じゃない？トン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 日野の2トンじゃないですか。そっちか。なんかリューチェルとかこうやってやってなかったっけ。いや、それが住宅情報館ですね、うん、建築関係トントントンですバカだな本当に。これデート、デートでいいの。はい。で次が遊ぶ DVD。 ぶねー。そこが一番大事ですね。うん。よし、DVD いきます。練習見る必要ない。一応見ましょうか。 OKOKOK。 さあ2つでいいんだよね。はい。エラー、三振。三振いいですか。はい。 OK。 よし、猫さん行ってきます。盗塁ナイス。うん、うん、すんげえ走塁行くな。行きますね、うん、
レードチャンス。やる気下がんないっすね。全然下がんない。怖くてしょうがない。一回言っときたいもんな。はい、もういいですね。ダイド、うん、いやいよいよですよ。全然だな。まあ、でもここデートで。ラブオン今回結局まだ一回も。来てない。来るときは一発で来ますけど、うん、かなりナイス。デート行っとくか。そうっすね、もう乾燥させちゃって。で、ミクリアだけ下げる可能性があるんでね。そうっすね、移動高い木。うん、下げない下げない。日野か。はい、それとも狙う、ラブバ狙いの方がいいな。どっちを。いや、メンタルでいいんじゃないですか。メンタルでいい。ラブバつかなかった時のこの一旦の寂しさっつったらもう、うん、長所になります。まあ、こういう時に行くってことね。そうですね。で、ラッパつけばって感じね。はい。いやー、ちょっと一回遊びたいぞ。これ下げない？なんかで。掘って帰るやってみます。下げろ。下げません。そして2タックとか全然来ないけど。大丈夫？いや、遊ぶが怖すぎる。お、あー。違うんだよな。一発怪我しよう。ラバつけ。よし、素晴らしい。これやる気落ちない？しない。怪我しよう。痛くないところっていうと筋力？うん、そう、どこだ。筋力いった方がいいですね。うん、あ、でもラブバ中治ってたら2段階落ちちゃない。まあ、それはそれでラッキーなのかな。いや、それが、あ、で、ここで一回遊んでた方がいいな。そうっすね。むしろ2個下がってほしかったっすね。ね。もう。タイミング的にね。はい。って考えると、もうここもう一回練習行って怪我しちゃった方がいいんじゃないですか。うん、そうすっか。OK、じゃあそうしよう。一応ここ行くよ。はい。でも、行って上げられちゃったら困る。ああ、ミクリアに。ミクリア評価行きたいとこだけど、まあ、怪我するか普通にここで。はい、いや、これやる気上がっちゃう。嘘でしょ。おーい。走塁はやめた方がいいね。筋力で。マジ無駄。2個下がれ。いや、そこ通るかね。まあ、でももう一度もう怪我するしかないな。ですね。ちょっと一回確認しましょう。で、これ全部取る。で、ここ大丈夫になる。で、ここも多分大丈夫になる。7個取った方がいいな。7個。10個。走塁4上げて、盗塁20まで取って10個ね。ここまでカバーできるかな。いや、もうここ2人タッグあと2回とかあるんで、もう、うん、走力9、13、もうここはきついか。
あ、でも、うん、6枚目にしてください。あ、ごめんごめん。多分その周りのとこも、うん、もうこのサクセスで達成するの結構難しいと思うんですよね、うん、でギリギリ試合に勝った経験点とかでちょっと紫のとこを、うん、削っていくぐらい削ったらもう一気にまとめてダーンって。ここは分かった。とりあえず怪我する、怪我しろよ。通るんかい。ちょっと待ってて、持って帰るよ、ワンちゃん。なんなんだ、5ターンぐらい無駄しますもんこれで。うわ、しかも大きいな、ここで。でも遊ぶ2回でまた別なもんできるようになるよこれ。いやでもショートカットされちゃいますよ多分。ショートカットってのはあの、うん、だからうまく取ってダメかな。まあ、とりあえずもうここ絶対遊ぶ確定じゃん。ちょっと待ってください、先に僕の盗塁アシストプレッシャーランバンと盗塁二重丸、盗塁二重丸、そう、ね、総力4、盗塁二重丸、総力4、総力二重丸、そうっすね、うん、走塁盗塁。待ってください、6枚目でも開けといていいかもし、あ、行っちゃっていいのかな。走力9、ここは達成しちゃっていいですね。したら走力2つ上げて得能は13個、走力9、うん、ここはもうきつー。あ、いけるか。感覚評価17っていうのが多分次でいきそうだね。でもまあここは一旦待ちで、待ちになりますね。だ6枚目までを一気にストーンストーンに達成して7枚いきたいんで、うん、走力9と得の13個、うん、そこやりましょう。 OK、 走力いくつだって。走力9ですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 こうね。で、盗塁20丸、電光石火取っちゃっていいのかな、やめてた方がいい、取っちゃっていいです。で走塁20丸で、バンと悪球も取っちゃっていいですね。これは大バンはちょっと待ちましょう。で、バン、バントってもっと上だよな。バンとプレッシャーラン、どこにある、プレッシャーラン、盗塁アシスト、盗塁アシストで、一回 OK をしましょうか。で、もう一回確認しましょう。で、今遊びます、達成、ここはしょうがない、しょうがない、アウトク2個かと。その次もですよね、アウトク2個、5個、アウトク5個、5個以外は何か達成できないですか。6枚目できなさそうですね。したらアウトク、あと5個取って終わりにしましょう、はい、5個、安いのがいいのかな、それとももう安倍比とかパー比とっていいのかな。安倍比は良さそうですね、うん、今1個ね。代打は、代打 OK ですね。チャンスメーカー、チャンスメーカー、ここまで取っちゃっていい。いや、まだ逆境、はい、ムードハイボールヒッターも良さそう。で、こんな感じする、はい、ここで5確認します。 OK だね。そうっすね。よし、じゃあこれで遊びます。いや、ここでやる気下げるんかい。何やねん。え、達成してないよ。今達成してなかったよね。甲子園の遊ぶだからまた違うんですか。甲子園入ってからダメなんだよ。きつ、そこは自分知識ない。いやいや、これまあでも分かったからね、分かっただけに。
やっぱセクさんぐらいにもうやっとくしかないね。結構危険っすね、このやり方。ここまで読めねえわ。あの遊ぶは違う遊ぶなんですね、うん、で、ここまで来たと。はい、2択4択、まあ、ここら辺も無理だね。監督中なんで切り込み隊長だね。いけて、うん、トリックスターもいきますね。トリックスターどこなの？あ、これかく乱も青徳3個いい。でもこの2つ取ったらこれ開くんじゃないの？トリックスター、かく乱、青徳3個、切り込み、総力、総力10、うん、今取っちゃった方がいい？いや最後でで、8枚目見たいですね。総力20、青徳6、1番やり、高い、2人タッグ、きついな、これは。タッグができなかったっすもんね、全然2タッグ来なかったっすもんね、うん。で、ラブパももう無理だから、弾道さん、ソイル類練習あと2回、敏捷ゲーターと754、ワンチャンそこにかけるかぐらいですかね、その1列、うん。まあ、ひとまず OK ですね。はい、どうしたの？練習もきついよ。遊ぶしかないですね。で、これ読んでます。本当に来ねえ。これどこ行く？いや。まだいいのか、別にここは手つけなくても。どうしたらいいんですかね、次のターンに託すか、遊んで次のターンに託すか、うん、ここ行ったら多分もう次練習いけないじゃないですか。いけないね。でもさっき 95% 取ったぞ。いや、あそこや、 PR で PSR 解放したぞ。この5ターンぐらいやばかった。じゃあここは休もう、遊ぼう。はい、おう、危ないね。切り込み取ったらアウト。あー、タックね。まあでもきっと総力練習言っといた方がいいね。はい、まだ取んなくていいの？最後に取る？いや、今のうちに、はい、弾道上げる？待ってください、一回見た方がいいです。まず切り込み、ここはトリック、甲子園優勝、あ、でもまだ取んなくて平気そうっすね、これだと。いい？はい、どこも達成されないですもんね。されないだとしたら普通にここはやって、最後のフル段階でもう一枚さらに達成する。うん、じゃあ装備いきます。はい、スカウトもワンチャンこれで1位いけたら。きついな、マジ。1回の裏、パワフル攻撃に入ります。第9投げました、見送ってボール。絶対ホームラン打てないからね。投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、ヒット、いないバッチ。はい、阿部ヒアついてます。第9、まあ、でも普通に開いて打つのが無難っすよね、うん、最初 1,2 打席あたり。投げました、負けてたらパーヒーワンチャンかけてもいいんですけど。ホームラン、パーフル1点入りました。パーフル、この回は打順よく1番からの攻撃。パーヒーつけてないでしょ。投げました、あー、はい、第2球投げた、今回はつきました、ピッチャー返し、破った、抜けろ抜けろ、足は速いんです。同点で迎える7回です。第9投げた、低め際どいボール。第2球投げた、打った、ライブへの打球取りました、落ちて、あー、うわ、やってもた、ナイスパス。パワフル、何としても得点を上げたい9回です。うわ、ここまでヒットは3本、投げた、ボール。
仲間に託そう。第2球投げた、打ちました、いい当たり、クリーンヒット、二塁を狙う、まれまれ、ヒッティングを見せました。残念ながら決勝戦です。ここもなかなか優勝難しいですよね。やっぱ自分が打たないと。そうなんですよ、簡単には優勝できないような設定になってますよね。よくできてる。あ、2位だ。こっちはマックスかな。ミクリアは残念だけどね。いや、タックが少なかったの寂しいっすね。ね、あの3人タックあと1回、2人タックあと4回とかは、うん、割とイージーに達成できるところだと思うんですよね。とりあえず切り込み取って、これも取った方がいいのかな。順番からでやった方がいい。あ、今もう見れないんだっけ。いや、もう左上で見れます。切り込み、トリックスターね。あれ、トリックスター来たよね。トリックスターで走力10なんですよね。走力10、これがきついね。ここ取っちゃうと格乱が取れないですね。臨床経験であと53。あ、結果的にちょっと待ってください、いや、8枚目意識する前に 7枚目達成できないですよね。ここが1枚くらい。あ、そっか、うん、そうすると8枚目に入れるのか。そう、でもここ無理でしょ。弾道さん、まあここ無理でしょ。結果的に無理だ。弾道さん、うん、であと特納9個ぐらいですかね。さらにボーナスのせてると、こうして、で、まあ特納取りまくる感じにするか。打開一番槍ってどんな感じになってるんでしたっけ。あ、今俺、そうっす。コツはなかった気がする。あんのかな。打開も潰してない。あー、取れない。これだったらやめた方がいいっすね。うん、もうなんか取るだけ取るよ。取れそうなものだけ取るよ。これで一回確定をしてもらいます。で、もう一回能力アップで、あ、目標確認お願いします。で、右にスライドして、特納は最低あと7個、うん、弾道もあと1上げて、打開5いったらちょっとこっちはきつくなるよね。こっちでビンゴできないからしょうがないか。そうですね、弾道1は絶対、特納7絶対、あと打開もいきます。うん、ここ取るためにここ開ける感じ。とりあえず弾道と打開だけ先取って、うん、でプラス6個かな。確定するね。確定はちょっとまずかったかもしれないです。え、嘘でしょ。まあでも、どれも取れなくない。あと6個取れるかどうかでしょ。そうっす、やばい。これ1 2 3 4、いくじゃん。あ、行くのは行くんですけど、ああ、この経験点は話す的な。おお、でも意外と綺麗にいっているのか。綺麗にいってるよ、これは。でも、こっち上げるしかないよ。20、これも20以下にするといいんだよね。臨床ポイント的にもう無理っすね。ほんとだ。か、精神、スタミナコントロールとかでいけないっすか。今がこういう状態だったんだね。きついな、これは。呼吸で、あ、スタミナでいけそうっすね。あと1、コントロール、いや、筋力1個上げて、ちょっと待ってね、ちょっ
てもう一回直す。ミートを1個あげた方がいいです。いや、それは取って OK です。補給を取って OK? で、ミートを上げてスタミナを上げるって感じですか。あ、でもダメか。パワー上がります。いや、スタミナ抑えてです。いく、いった。あ、いった。じゃあこれで。あ、でもこれって確か8枚目とか 9枚目とかですよ。そうだ、無事な城だ。いや、ちょっとね、もう一回頑張ってやんねえと。あ、全然だ。俺がさっきやってた方がポイント高かった。まあちょっとこういう感じでやっていきます。はい。はい、まあ皆さんの少しでも参考になるかと思って、あげてます。デッキも皆さん教えてください。そんな感じでまた動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。